おはようございます、しょぼうです。今回はもし一つしか文房具を使えないとしたらというお話です。皆さん、文房具をそれぞれ一つずつしか使っちゃダメだよって言われたら何を選びますか？ノートもペンも一つ、それ以外全部捨てちゃうよって言われたら何を選ぶんでしょうか？これはね、ここに書いてありますけど、ベストワンっていう話じゃないんですよ。今年使っているものの中でベストワンを選んでご紹介しますという話ではありません。もう一つしか使えないので、ノート、ペン、ペンケース、まあ、人によってはシャープペンシル、消しゴム、ね、付箋だったりとかあると思うんですけど、それぞれベストワンだからといって全部組み合わせていいとも限らない。その辺含め、もし私がもう一つに絞ってそれ以外は使わないって決めたとしたら、今日今この時点ではこれを選びますというお話です。しかも今回は実用編と理想編に分かれておりまして、その一つ目として実用編、もう仕事もプライベートも一番使いやすそう、使いやすそうなもの、これを選んでみております。ガチャ。では早速答えなんですけども、私が選んだものはロルバーンポケット付きメモ L サイズと、ま、ロルバーン用の修正テープ、それからエナージェルインフリーのブルーブラックとユニボール1のピンク、それとビニールペンケース。もうね、これ今の時点ではこれだなってすごく思っていて、いろいろあるんですよ。いろいろっていう部分ももちろんあるんですけど、まあこの組み合わせなんだろうなって思いました。一つ一つお話ししていきたいと思いますけれども、まずはロルバーン。私がロルバーンを選ばなかったらどうすんだよっていうことももちろんありますけれども、最近ですね、このリングノートのパタッと開く感じ、パタッと開いてここがフラット、このゴムバンドのところがデコボコするっていうねことあるんですけど、これまあちょっと反対側にめくって、このフラットな感じ、閉じノートだと少し浮くと、浮くことが多いというあたりが今一番気になっていて、まあリングノートだとそれがないよねっていうところ、そこがね最近一番大きい理由になっていて、もうクリーム色だとか罫線の薄さだとかもう散々お話ししてますけども、はい、それよりもフラットに開いて書けるところが今大切だと自分で思い始めていて、まずリングノートを選びたい。それとこのサイズ B6 ですね。 B6 ちょっとここの分だけ広いんですけどね、ロルバーンは B6 が私にとって一番合っていると思っておりまして、 A5 サイズのノートも使ってますし、 B5 サイズもね、もちろん学生の時とか使ってたりとか、それと A4 のコピー用紙とかに書いてたりしましたけど、 B6 が一番私の書く分量に合っていると思ってまして、それを満たしてくれている、 B6 変形ちょっと横長の大きさですけど合っているということで、私的にはそんな感じなんですよ。なんかそのよく言われるロルバーンの特徴、ポケットがついてたりとかミシン目がついてたりとかって、そういうこともあるんですけど、まずリングノートでパタッと開くってことと B6 サイズちょっと変形ぐらいが書きやすいよっていうところで選んでいます。
なぜかうちにいっぱいあるんでね、選ばない理由もないんですけど。じゃあこれ他に選択肢がなかったのかっていうと、そんなこともなくて、こちらキャンパスのソフトリング、これはドットフォーガンなのでちょっと仕様が違うんですけど、こちらもまあ同じことですよね。同じタイプで、こっちはもうちゃんと B6 サイズ、これのグリッド版ももちろんあって、私が持ってるのはまあたまたま英語版なんですけど、こちらのね、国読み落書き用とかでこうね、色味見るためとかに使ってましたけども、これでとても具合は良かった。特にね、このソフトリングのこれでどっち側に書いても手当たるの辛くないよみたいなところがあって、これもね候補だったんですよ。でも意外とね、この国読みなんですけど、これ売ってなくないですか。普通のソフトリングの横系のものはね、たくさんどこでも売ってるんですけど、国読みのソフトリング手に入れるの結構、品揃えもね、あんまり豊富ではないところが多くて、さらに B6 だと少ないように感じてます。少なくとも私の行動圏内ではですね。そういう意味で、国用よりもマイナーだと言えるロルバーンの方が私的には手に入れやすいっていうこともありました。これ、じゃあ、この国用ミーのこれと差し替えって問題があるかっていうと、問題ではないんですけど、なぜかうちにあるので、ロルバーンを選ぶと、書く量と書きやすさ、それから、まあ、たまいですよね。私がよく言う佇まい。この角丸とか、このちょうどこの厚さとか、あとね、最近ちょっと思ってるのは、ここのね、段差なんですよね。ぴったりでもなく、奥まってすぎもせずみたいな、そういうところが最近、またね、ロールバーン一つ好きになってるっていうこと。実用面とデザイン面両方満たしてくれてるということ。それでロールバーンを選びました。まあ、どんなにロールバーンについて語ってもですね、お前ただ単にロールバーン好きなんだろっていうところじゃ多少あるので、まあまあこれはロールバーンでやらせてくださいみたいなところですね。そしてペンの方なんですけど、まずはエナジルインフリー、このブルーブラックの 0.4 ミリがこのロルバーンに書いていて、私はとても心地がいい。これ 0.5 だとちょっと裏抜け気になるところまでインクが出るんですけど、 0.4 だと裏抜け気にしなくていい。それとこれは理屈じゃなくて、もうね、書いていて思ったんですが、なんかすごくはかどる、書いててアイデアが出やすいかな。ブルーブラックだからなのかとは思うんですけど、これを使って書いていると、あ、これね、ちなみに普段持ち歩き用でアイデア出しにこう散歩に行った時とかにこれを使ってます。これがね、なんかしっくりくるんですよね。すごくしっくりくるんで、これをとにかく今は一番手ということにしてます。ちなみにこちら他の候補ですね、他の候補はこちらでした。今まで使っていて感触が良かったもの、サラサマークオンの 0.4、 それとジュースアップの、これね、軸 0.5 なんですけど中身 0.4 にしてます。 0.4 が良かったです。それとユニボール版の 0.38、 このね3つ、まあエナジェルインフリー加えて4つ候補があったんですけど、ロルバーンダイアリーを書き始めて一番最初にすごいいいなと思ってたのがサラサマークオンだったんですね。これすごくよくて、これでイラストも描いて色塗っていて、もちろんマークオンなんでにじまないんですけど、これがいいなっていう記憶があったんで、これを候補に挙げたんですが、今書いてみるとやっぱりね、
こちら他の3つに比べて少し引っかかる感じがして、今はこれじゃないなって思いました。それとジュースアップ、これもねとってもいい。 0.5 を使ってた時あんまりかなって思ってたんですよ。なんとなくね、ペン先が残ってこうちょっと細い線がスッとかけちゃうみたいなところがあったんですけど、 0.4、 これたまたま間違えて 0.4 を買ってきたんですが、 0.4 に差し替えたらとっても具合が良かったんですけどね。何が悪いってこともないんですけど、何がすごくいいっていうこともなかったのでこれじゃなかったと。で、最後まで悩んだのがユニボール 1F なんですよ。すごくこうバランス良くて比較的字が書きやすいかな。あと綺麗に書ける、多少綺麗に書けるボールペンがいいなと思っていて、こちら最後までこの2つで迷ったんですけど、でもね、もう使っていてアイデアが出てくるのがこっちだったんですよね。エナージェルが良かったですという感じで、どれもいいんだけど実用面、そのあやふやなあやふやな理由なんですけど、これがアイデア出しの時に一番しっくりきていたので、エナージェルインフリーブルーブラックになりました。理想を言えばこの軸がね、私はこれじゃない、ギラギラしてないやつがいいなとは思ってますけど、今回実用編なので、とにかく実用としてエナージェルインフリーのブルーブラックが今のところ一番いいなって感じたので、こんなね、ロールバーンと組み合わせで使っていきたいなと思った次第です。そしてちょっとね、ロールバーンの修正テープはもうロールバーンだからとしか言いようがないので、ちょっとこう置いといても、これこの組み合わせ Z で、問題はここですよね。これ問題じゃないんですけど、ピンクって貼ってありますけど、ユニボール1のピンク、これがねあんまり使い始めで期待してなかった。私そもそも赤とか使わないので、なんとなく単色じゃなくてもう一色入れとこうかなと思って、今もねペンケースに入ってるんですけど、このピンクがですね赤よりも目に飛び込んできやすい、すごく具合がいい。小さくちょろっと書いても目に入ってくるので、そのここチェックってアンダーライン引いたりとかでとても具合がいい。ちょっとね、赤って沈んじゃうんですよね。特にクリーム色のノートだからかもしれませんけど、ピンクの方がハッとする色っていうんですかね、飛び込んでくるので、ユニボール1のピンクがいいなと思いまして、これを選んでいます。理由はもうそれだけなんですよ。あとこれもね、不思議なことに我が家にはユニボール1がたくさんあるので、ユニボール1をわざわざねピンク色を買うってことが今までなくて、それがまあ知らないうちにあったっていうのが、これまあ良かったんじゃないかと思いまして、ユニボール1のピンクが非常にね目立っていいということを知りまして、もう一本違う色って言ったらこれかなと思って今回は選んでいます。そして最後はペンケース、ビニールペンケース、これはスミスで購入しているものなんですが、もうこれでいいでしょ、本当にこれでいい。いや、これがいい。私的にはもうペンケースはソースをかける黒曜の日々っていうペンケースがあるんですけど、あれだとねちょっと大きいんですよね。一応ね、その大好きなんですよ、買ってよかったと今でも思ってますし、今もちゃんと使っています。ただ理想、このこうやって持ち歩きたい、
これでどこにでも行かなきゃいけないので、そうそうかけ国用の日々ペンケースはちょっとね、持ち歩くには大きいんですよね、私には。なので家でこのノート用のペン、このノート用のペン、絵を描くとこれってこうまとめて全部、蒸気も入ってますし、まあ、ピンセットだったりね、付箋マーカーだったりも入ってるんですけど、全部入れとく分にはいいんですけど、もう一つしか使えない。どこでもそれ持っていかなきゃいけないっていうことだったら、もうしかもね、これペンもこれだけって決まってますから、この組み合わせ。これがちょうどね、このサイズもまあギリギリちょっと違うんですけど、ここいいサイズなので、うん。場所ね、後ろにも入りますし、まあこんな感じで使っていけるのが理想なのかなと思っております。まあ、こんなところでですね、今回はもしそれぞれ一つしか文房具を使えないとしたら、ボールペン二つあるじゃないっていうのはちょっと勘弁してください。メインで使うペンと赤ペンぐらいは許していただくとして、まあこれピンクなくてもまあ成り立つと思うんですけど、文房具一つずつしか持てないのだとしたら何を使うのかというお話で、ロレバーンとエナージェルインフリー、ユニボール1のピンク、ビニールペンケース、私はこの組み合わせで使っていきたいなと思ったというお話でした。若干、たい焼きで大丈夫？空気読めてる？みたいなところがあるんですけど、一応ね、そうなったらベーシックな単色の使うかなっていう感じもしますけれどね。はい、こんな感じで、私はこの組み合わせでした。皆さんは何を持っていきますか？ガチャ。今回は実用編で、あくまで実用編で、これだったら今後の文房具生活、一つしかダメって言われても我慢できるかなっていう今現状ですよ。また変わると思いますけど、まあまあ今現状の実用編でした。次回は理想編、もうね、その値段だとか傷だとか使いやすさだとか全く関係なく、このスタイル、このスタイルでいきたいんだっていうお話をしたいと思います。すぐ出します。次回もよろしくお願いします。では今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、しょぼうでした。ではまた。